淑徳大学地域創生学部。淑徳大学地域創生学部開設準備室、石渡博史と申します。本日は地域創生学部模擬授業、地域を見る目、宮城県石巻市雄勝町の防潮堤から考えるというテーマでお話をしていきたいと思います。まずは初めに自己紹介をさせてください。私は石渡博史と申します。で、研究テーマ、研究分野としては文化論、知識論ということをやってきました。文化とは何か、文化をどう考えるか、知識をですね、人々にどう役立てていくのか、現代社会においてどのような意義があるのか、そのようなことを研究をしてきました。で、前職はですね、淑徳大学の千葉キャンパスでサービスラーニングセンターで勤務をしていました。で、具体的に何をやってきたのかというと、例えば千葉キャンパス、JR の蘇我駅にあるんですけども、JR 蘇我駅は実はですね、J2、サッカー J2 のジェフユナイテッドのホームタウンでもあります。そちらでですね、千葉市役所、ジェフユナイテッド、あと関連企業の方々と一緒にですね、ジェフユナイテッドを使ってですね、町を盛り上げていこうという町づくり活動などをですね、学生の皆さんと一緒にやっていました。こちらの写真、黄色い風車形質してあると思うんですけども、また上には吹奏楽部の演奏会があると思うんですけども、そちらがまさにその様子です。ジェフユナイテッド のチームカラーはイエローですので、試合がある日ですね、ホームタウンでホームゲームが行われる試合の日にですね、黄色い風車を形質して街の一体感を作っていったりですね、あと年に1回サポーターお出迎えイベントというのがあるんですけども、そちらのイベントに吹奏楽部の学生の皆さんと一緒に行ってですね、イベントを盛り上げると。いうような活動をしてきました。またですね、大学近隣 の町内会の方々と一緒にですね、お祭りのお手伝いを学生の皆さんと一緒にするという活動もやっています。さらにはですね、最後の写真、一番左側の写真ですかね、これ消防車が写っていると思うんですけども、千葉市の消防団に入団をしまして、地域防災ということをですね、こちらもまた学生の皆さんと一緒に担ってきました。淑徳大学、皆さんもし選んでいただけたらですね、このような形で皆さんと一緒に地域活動を埼玉キャンパス地域創生学でも一緒にやっていきたいなというふうに思っています。それではですね、発表に入っていきたいと思います。皆さん覚えておられるでしょうか。東日本大震災、2011年3月11日に東日本大震災が起こりました。三陸沖で日本で観測史上最大のですね、地震が起こりました。マグニチュード、震度ですね、9.0 というふうに言われております。で、地震もそうですが、地震だけでなくですね、その後の津波や原発事故も含めて、多くの方々が被災し、現在も元の家に帰れない方々もおられます。2万人強の方々がお亡くなりになられてですね、行方がわからない方々もおられるというふうに言われています。皆様の中にもですね、ひょっとしたら直接被災された方々もおられるかもしれません。また当時、皆様今18歳だとすると6歳ぐらい、小学生に入学した頃かというふうに思います。ちょっとそちらもですね、思い浮かべながら話聞いていただければというふうに思います。震災とその後のですね、震災復興支援の在り方から地震地域との向き合い方を考えていきましょう。本日の模擬授業について、本日の目的は地域創生学部で目指す幸せを感じられる地域を作ること、これにどう向き合うのかを一緒に考えていきたいというふうに思います。幸せを感じられる地域を作ること、これを私なりに理解をするならば、地域の方々が自分たちのありたい姿でいること、しかもそれをですね、持続可能な形で作り上げること、これを一緒に作っていくのが地域創生学部の目的になっていると思うんですけども、このテーマに対して私たちはどのように向き合っていくべきでしょうか。この点について一緒に考えていきましょう。またですね、本日の目標としまして、この向き合い方としてですね、地域を見る目、このことの重要性を本日はご理解していただければと思います。動画を見終わった後にですね、地域創生を実施していく上、地域を見る目が大事なんだということをですね、ご理解いただいている状況になっていくこと、それがですね、本日のこのプレゼンテーション模擬授業の目的になっています。本日はですね、こちらの目的、目標に合わせましてですね、2つのお話をしていきたいと思います。1つ目はですね、宮城県石巻市雄勝町の防潮堤についてということでですね、本日のテーマをお話をしていきます。そ
そしてこのテーマを考える上で2つ目の話、地域を見る目から考える地域の幸せへの向き合い方という2つ目のテーマをお話をしていきたいと思います。はい、それではですね、まずは1つ目のお話、宮城県石巻市雄勝町の防潮堤についてお話をしていきたいと思います。皆様の中でですね、宮城県石巻市雄勝町をご存知の方はおられますでしょうか。2005年まではですね、独立の地方自治体として雄勝町はあったんですけども、2005年以降はですね、石巻市に編入をされてですね、雄勝地区というふうにも呼ばれていたりします。東北地方、青森県、太平洋側は青森県、岩手県、そしてその下に宮城県があるんですけども、宮城県の半島部にある地域となっております。こちらの地図の赤丸がついている場所ですね。でこちらの写真はですね、その雄勝町の町の中心部である雄勝の観光交流施設の雄勝たなこ屋の写真になっています。こちらでですね、この町のお土産が買えたり、食事ができたり、あと隣にですね、博物館も併設されていますので、外から来た方がですね、こちらにまず立ち寄って楽しめるような場所になっています。この上に市役所があったり、郵便局があったりするという形になっています。はい、で雄勝町、ちょっとイメージをしていただきたいと思うんですけども、半島部にあるという話がしました。こちら宮城県の半島部にありましてですね、海と山がとても近い形になっています。山からですね、栄養が海に流れ込むことが影響してですね、たくさんの魚介類が取れる場所になっています。ホタテやカキ、ウニなどが取れます。鮭の養殖なども行われています。私もですね、昨年の1月にですね、こちらの地域訪問させていただいたんですけども、そこで美味しいアナゴなどいただいて帰ってきました。魚介類がとても美味しい場所になっています。またですね、こちらの灯台の写真見ていただきたいんですけども、とても風光明媚な場所となっています。震災前はですね、日本一美しい漁村とも呼ばれたような場所になっています。でちなみにこちら の灯台、大須崎灯台というんですけども、日本のですね、恋する灯台100選のうちの一つに選ばれていて、とてもロマンチックな場所の一つになっています。実際上の灯台から下の漁港を見下ろすとですね、このようなハートの形になっていましてですね、インスタ映えするような場所にもなっています。また町のですね、名産品、特産品として雄勝石というものが取れましてですね、こちら黒色の粘土質の石になっておりまして、水が通さなくて、なおかつ圧縮に強いというような特産品になっているので、建築資材などに使われています。東京駅のですね、板になども、東京駅の駅に貼ってある板になども使われています。こちらのですね、雄勝石使ってですね、一時期はすずりというものが大量に作られまして、日本のすずりのほとんどこちらで生産していたこともあるというふうにも言われていました。なんとなくですね、こちらで雄勝町のイメージ持っていただけたのではないでしょうか。そしてですね、この雄勝町、東日本大震災の被害を受けた場所でもあります。先ほどの地図で見ていただければ分かると思うんですけども、湾になっていてですね、その湾にですね、津波がなだれ込んでしまう結果、どんどん波が高くなっていってしまいですね、最大遡上高が21メートルに到達する津波がこの町を襲うことになりました。町のですね、7割、約1100世帯の住宅が全壊するという被害を受けることになりました。また243名の方がですね、犠牲になられています。現在も行方不明の方もおられます。当時の人口は約4300人いたというふうに言われているんですけども、現在はですね、人口だいぶ減ってしまいまして、約1100人の方が現在もこちらに住まわれている場所になります。こちらの写真はですね、先ほどの雄勝たなこ屋からだいたい車で5分ぐらいの場所ですかね、に立っている雄勝の慰霊碑になっています。こちらのすぐ奥がですね、雄勝病院という病院になっているんですけども、そちらもですね、津波が襲ってしまい、患者の方がですね、すべてお亡くなりになってしまうというような被害を受けた場所でもあります。こちらのですね、雄勝町なんですけども、淑徳大学とも密接に関わらせていただいております。2011年4月よりですね、この雄勝町でボランティアを実施をさせていただいてきました。3月11日に東日本大震災を起こって、そのすぐ1ヶ月後ですね、そこからボランティアを実施させていただきました。で当時のですね、この雄勝町の雄勝中学校の校長先生がですね、淑徳大学の OB の方でですね、ボランティアをその縁でですね、受け入れていただいたという経緯からですね、こちらでボランティアを実施させていただきました。先ほど申し上げましたように、津波でですね、住宅が流されてしまったということで、当時町民の方々はですね、避難所にお住まいになられていました。
でその避難所にですねお手伝いに行って、避難所で皆さんご飯一緒に食べておられますので、避難所で作る料理のサポートをしたりですとか、避難所の清掃活動などをさせていただきました。またこちらの写真にあるようにですね、ビーチクリーニングということで浜に流れ着いたですね、さまざまなものを仕分けしたり片付けたり、あとは持ち主の方に返したり、そのようなですねボランティアも実施をさせていただきました。でその後もですね、この活動自体は2011年の8月には終わったんですけども、その後もですね継続的な活動をしておりまして、小学生の勉強ボランティアというところで訪問させていただいたり、パネルシアターということでですね、パネルに人形を映す人形劇上演ボランティアをしたり、あと5月のカレンダーを作る活動をしたり、学園祭で5月の魚介類をですね焼いて提供するというような形でですね、現在も淑徳大学とこの5月町つながりを持たせていただいています。その上でですね、今日考えたいというテーマです。今日はですね、この5月町に建てられた防潮堤について考えたいと思います。で国はですね、2011年、津波被害を前にですね、防潮堤の整備検討を開始をしました。中央防災会議にてですね、数十年から数百年に一度来る波に合わせて、これを L1 というふうに定義するんですけど、定義されているんですけども、これに対して防潮堤の整備をしていこうという決定をしました。そしてですね、この L1 に合わせて、宮城県、そしてですね、石巻市はですね、防潮堤の高さを決定しですね、住民に説明会を開催した上で、これを実施していくという方針を出しました。この町の中心部ですね、中心部に 9.7 メートルの防潮堤を建設することになりました。で従来からですね、防潮堤自体はありました。 4.1 メートルの高さの防潮堤がありました。1970年代にですね、チリ地震という地震が起こりまして、その時また津波が来たんですけども、それに備えるために防潮堤はすでに作っておりました。しかし今回ですね、その2倍以上の高さの防潮堤を作ることになりました。で実際2016年の10月からこの防潮堤の建設が始まっています。現在も作られています。で国県はですね、復興予算の期限が5年以内ということでしたので、この建設をかなり急ぐことになりました。またですね、岩手県に比べて宮城県のですね、死者数、震災による死者数、そして行方不明者数、そしてですね、全壊になった家の数などに比べても断然宮城県の方が多いということを鑑みまして、基本的にはこの L1 の防潮堤をですね、説明会は開催するんですけども、建設をしていくと、しかも短期間に建設をしていくという政策の意思決定をすることになったわけです。はい、埼玉キャンパス、ご存知のようにですね、水無し県にあります。そのようなところに住んでいる我々からすると、この防潮堤を作ると、高い防潮堤を作ってですね、津波を避けていくという施策は当然だろうと、安全を守るためならば普通だろうというふうにお考えになられるかもしれません。しかしながらですね、現実的にはこの防潮堤を作るということがですね、町を分断する大問題になったということがあります。なぜですね、命を守る施策がですね、町において問題になってしまったのでしょうか。この意見の違いはどこから来るのでしょうか。私はこの地域創生学部でこの事例をもとに学ぶことがある、大事な学びがあるとするならば、それはこちらになると思います。それはこの物の見方、解釈の違いというものが大きな役割を果たしたのではないでしょうか。命を守る施策が問題となった背景には、この解釈の違いがあるということを理解する必要があるというふうに思います。ここから2つ目の話をしていきたいと思います。地域を見る目から考える、地域の幸せの向かい方、この話をしていきたいと思います。この物の見方、解釈が異なると、一体どういうことでしょうか。それを説明していきたいと思います。まずは、ランドスケープという概念を考えてみましょう。ランドスケープという概念が持っている物の見方の違い、このことを考えていきたいと思います。実はこのランドスケープという概念、2つの意味合いがあると私は理解をしています。1つ目は風景や景色という理解です。風景や景色といったとき、我々はどのようなことを想像するかというと、私たちが見る自然、私たちが見る風景や景色というふうに物事を考えるのではないでしょうか。人間の社会や人間の文化と、ここでは自然が切り離された上で、それを見る私たちが客体としての自然を見るという意味合いを持っているのではないでしょうか。これに対してランドスケープはまた違うものの見方を持っています。それは風土という理解です。風土、広辞苑の定義ではこのように書かれています。
その土地の気候、地形、地質など住民の生活、文化に影響を及ぼす自然環境というふうに定義をされています。まさにこの言葉が書いてあるようにですね、地形や地質、気候というのは我々の生活を形作るものでもあると。またですね、私たちの生活に合わせて自然に介入をしてですね、一緒に作り上げていくものというものとしてフードという言葉は理解をされているわけです。まさにここではですね、人間の社会、文化と自然というのは切り離せるものではないという理解が含意されているわけです。命を守る施策として防潮堤が理解されなかった背景には、この考え方、ものの見方の違いがあるのではないでしょうか。雄勝の人たちにとって雄勝の海とは何だったでしょうか。もしそれがランドスケープの一つ目の概念、風景や景色というものの見方で捉えられていたならば、それは自然であるから、人間の社会や文化を襲う自然に対してですね、それを守っていくというのは当然だろうという理解が捉えたのは普通かと思います。防潮堤による社会の防衛施策、津波の高さを決めですね、それ以上の防潮堤をどこでも一律に作るというのは、そこまで反発を受けなかったのではないでしょうか。しかしながら、雄勝に住む人々にとって雄勝の海とは何だったのか。それは風土として理解をされてきたのではないでしょうか。自分たちが関与し築き上げたものであると、同時に自分たちを作ってきたものだからこそ、雄勝の海と共に生きていくことは重要であったのではないでしょうか。自分たちの生業としてですね、生活を成り立たせるものとして海を作ってきたという経験が町の人々にはありました。またですね、直接漁師という形で海を生業としなくても、自分たちの生きてきた原風景として海がある光景というのが経験、自分の生きていく経験を形作っていたと。そのような海をですね、高い防潮堤によって見えなくしてしまうということは、ひょっとしたら大きな問題だったのかもしれません。実際ですね、防潮堤を建てた後ですね、住民の方の中でアンケートを取ったんですけども、7割の方がやはり防潮堤には賛成できないという意見を持っていたということがですね、新聞記事でも報告されているわけです。ですから、防潮堤の建設に反対する方々はですね、いかにしてこの安全とこの景観の両立を模索できないのかということをですね、ずっと提案をしてきたわけです。そしてまさにこのものの見方の違い、雄勝の海というですね、ランドスケープのものの見方の違いということがですね、意見の違いになっていったのではないでしょうか。はい、地域創生学部としてこの事例から学べることは何か。それはですね、地域の幸せの向き合い方だと思います。私たちはですね、地域創生といったとき、地域のためになることをやりたい、そしてですね、地域をですね、作っていきたいというふうに思うと思います。それはとてもいいことだと思います。しかしながらですね、その思う気持ち、そして思う視線というものの見方自体が、ひょっとして地域の人々と一致するかどうかということも常に振り返らなければならないと思います。地域の人々がどのようなものの見方を持っているのか、何を大切にして、どのように大切にしているのか、そのことを理解した上で一緒に作っていくという姿勢が地域創生には求められるのではないでしょうか。人々の生活の見る目を養うこと、これがですね、地域の幸せを一緒に作っていく、外部の人間として一緒に作っていく上で重要なテーマになるというふうに私は考えています。皆さんもこの点を本日の講義で理解をしていただければというふうに思います。はい、最後にまとめです。本日の内容です。本日は地域創生学部の目的である幸せを感じられる地域を作ることを一緒に考えてきました。その際にですね、地域を見る目の大切さという話をしてきました。ものの見方の違いによって誤解を生む可能性があると。だとするならば、地域のものの見方というものをまずは受け入れると、そのことが必要ではないでしょうか。もちろんですね、この幸せを感じられる地域を作るためにはですね、ものの見方だけではなく、例えばですね、地域資源の作り方、地域資源をですね、どのようにしてですね、磨いていくのか、その磨き方なども多様なテーマがですね、必要になってくると思います。この地域を見る目を含めてですね、ぜひですね、地域創生学部で皆さんと一緒に深い学びをしていければというふうに思っています。以上、ご視聴ありがとうございました。